はい、皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、今日はですね、冒頭見ていただきましたようにもうすでに焼き始めてますよ。何をかっていうと、鳥吉尼崎の名店焼き鳥の鳥吉の焼き鳥を今屋台横丁で焼いてます。今日はそういうわけで屋台横丁で鳥吉の焼き鳥を焼く祭りです。ようわからんけどまあいいでしょう。では早速始めていきましょう。まずはいつものようにこれから。はい、今日の1本目はこれ、キリン一番搾りです。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについていきます。はい、こんな感じです。まあまあいい感じに入りましたね。では行きましょう。全国の皆さんご一緒に乾杯しましょう。行きます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい。めっちゃ冷えててうまい。今日は焼き鳥やからめっちゃうまいビールが飲めそうな、そんな感じがします。そんな感じです。はい、まずはこの鶏皮がいい感じにもうすでに焼けてますんで、もうちょっとこの横のところでさらにもも葱焼いていこう。そしてこの鶏皮いい感じなんで早速いただきますよ。めっちゃ食べ頃、熱々いただきますよ。うん、あ、やっぱやっぱり鳥吉の鶏皮最高やね。そんな感じです。はい、さらに皮いただきますよ。はっ、もこの熱々の鳥吉の焼き鳥食べれるって幸せやね。うん、屋台横丁あってよかったっていう風に思える今やね。うん、ほんと買っといてよかったわ。ありがとう屋台横丁さんと言いたい。そんな感じで今日もビールが進むくん、そんな感じです。はい、ももネギもいい感じに焼けてきたんで、ちょっと横に避けてもらって、その横に今度はずり、砂ずりを焼いていこうかな。まあこれはね、この辺では砂ずりって言ってるけど、まあ一般的には砂肝っていうやつですよ。では早速ももネギいただきますよ。いい感じやね、うまそう。はい、いただきます。あ、めっちゃうまい。うん、やっぱりもも葱が一番ね、この鳥吉の鶏肉の新鮮さがわかるね。うん、これはうまいわ。うますぎて1本目終了。
そんな感じです。ほんとうまいよ、鶏よしの鶏肉、新鮮。はい、2本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、チャンネル登録お願いします。してくれるとめっちゃ嬉しいです。では2本目本麒麟で乾杯。うまい。やっぱり焼き鳥やとビールが進むね。そんな感じです。はい、ではさらに桃ネギいただきますよ。まあこういうね、時間空く時もね、これ屋台横丁でずっと置いといたら冷めないからね、その辺が嬉しいところです。屋台横丁ほんと重宝します。いただきます。うん、やっぱり苦いビールに合う。はい、では砂肝もいい感じになってきたんで食べていきたいと思いますけど、その横で新たなやつ肝を焼いていきますよ。もちろんこれは嫁さんが食べるようです。なんでかっていうと、見てこの肝、タレですからね。タレの場合は俺食べないからね、この店のやつはね。鶏よしのタレの製品は、どうも合わないからね。詳しくは言いません。その代わり隣でもう一回鶏皮焼いときますよ。そしてその間にこの横のね、美味しそうに焼けてきたね。はい、砂肝もいただきます。これうまいよ、熱々。うん、ビールに合う。ほんとうまい、最高やね。やっぱり焼き鳥にはちょっと苦いビールが合うね。はい、さらにいただきますよ。うん、この砂肝っていうか砂ずりっていうか、これはこの食感がたまらないね。うん、ほんとビールに合う。ビールが進むくん、ビールがうまい。そんな感じです。ほんと今日はビールがうまいわ。焼き鳥はやっぱやっぱりビールに合うからね。ところで猿吉くん、今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、猿吉です。いやー、ちんさん、これはですね、朝日スーパードライですよ。これはね、ちょっと猿ちゃん苦いビール好きなんで、本来だったらあんまり好きじゃないんやけど、この夏場はね、グビグビ飲みたい感じなんでね、このグイグイ飲むにはこのスーパードライが最高なんですよ。まあそういうわけで今日はこれいただいてますよ。どうしたかっていうと、もちろんそこのご飯、そこの焼き鳥、今パクついてるそのご飯、
ソローブハンがくれるわけもなく、まあこれは冷蔵庫に入ってたんで、サルちゃんがこっそり持ってきましたよ。まあこれはね、まあこの間ヨンチーさんに指摘されましたけど、マルちゃんが、マルちゃんってたこ焼き屋の頑固親父ね、その頑固親父がサルちゃんにっていうのはどうも妄想やったみたいで、本当は言ってないっていうのが発覚最近したんですよ。ちょっと悲しいけど、それでもやっぱり俺はビール飲みたいからね。まあ幼稚園さんもいいって認めてくれてるから盗んできました。それが泥棒猿と言われるゆえんです。まあそんな感じでちょっと威張ってる猿ちゃんですけど、とにかく今日は冷えてたんで持ってきましたよ。そんな感じで今日は焼き鳥なんでね、よーちんさんバンバン飲みましょう。だいたいやね、もう昨日おとつい休館日とかいう話で、昨日の昼飲みビビるわ。あの後にヨンチンさんさらに熱出したからね、ビビるわ。本当にビビったよね。本番はその昼飲みした後やったんやね。ヨンチンさん2回目のワクチン打ってで、24時間後が一番やばいっていうの知らんかったみたいやね。で、まあ夜、打った夜に熱出て、それが冷めてきたからもう安心して、昨日の昼飲み、まあ昼飲みは良かったんやけど、まあサルちゃんも飲んだから良かったんやけど、ビビるはその後ヨンチンさん高熱39度ぐらいの熱出してぶっ倒れてました。ビビるわ。それがモデルナっていう、なんかね、ワクチンの2回目の恐怖っていうことですよ。まあそれ打たないとね、やっぱりわコロナが重症化する可能性が高いからね。まあこれでちょっと昨日熱出て今日やっと復活したヨーチンさんは、まあこれで一安心かな。まあただね、言えるのはそこのおばはんや、そこのおばはん、昨日一昨日かあれ1回目やろ、2回目確実に熱出るで、おばはんの場合多分死ぬね。まあ死んだらサルちゃんも大喜び、幼稚園さんも保険金が出て大喜び、そんな感じの我が家です。我が家ってサルちゃんのいる家ね、この家、この古民家ですよ。古民家はおばはんが多分死ぬっていう計画のもと成り立ってますよ。よう分かるんけど、何を振り上げてんねんおばはん。そんなん振り上げる前にちょっとね、みんなに優しくした方がいいよ。もう雨降ったらサルちゃんしばくからね、そういうのは良くないよ。暴力問題はね、日本ハムから巨人に移籍した中田翔っていう選手で証明されたように良くない、暴力反対、それだけ言いたいわおばはんにね。おばはんしょっちゅう暴力振るうからね。中田翔2世、本当にやばいよ。そんな感じですけど、今日はビール飲んで嬉しい猿ちゃんです。以上。ああ今日は焼き鳥やからやっぱりうまいわ。ところで
ふと時計見るとやばい時間やっぱりなってた。ということで今日はもうこの辺で終わりにせんとやばいよ。やばいんで紹介するものだけ紹介して終わりにしたいと思います。今日も野菜ジュースはあります。そして免疫力を高める R1 もあります。それだけ言って今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。もう言うこと言ったんで今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。やらびけー。